アマビー仏壇。秋田、先駆け新聞に掲載です。遠く道のく三連ちゃん。遠く新聞。こちらはあ、あの、青森ですね。遠く新聞。デイリートークに続いて、3回連続掲載でございます。共同通信、エ N シャ様誠にありがとうございます。金箔が吹いてもはげない国産仏壇。 お仏壇の販売が天職長田光輝でございます2020年6月18日木曜日今ちょうど朝6時2分の朝動画今外雨が降ってますねやっぱ苦労ございますありがたいことにですねなんと秋田先駆け新聞さん今日は秋田ですね秋東北いいところですよねやっぱりなかなか我々にとってはすごくあのなんかなこう 憧れを感じる場所ですね、東北、秋田、先駆け新聞にですね見てくださいませ、アマビエ仏壇をです、ね、ご掲載いただきました、もうこんなに、あ簡単にですね、結構大きい紙面ですけど、でも引いてみるとわかるでしょ大きいですよ、アマビエ仏壇でコロナ収束祈願、えー、列島各地の話題というコーナーですね、列島各地の話題。 えー、仏壇店制作熊本熊本市西区の仏壇店輪島漆器仏壇店が新型コロナウイルスの収束を祈願し疾病の流行を攻めるとされるアマビエを描いた仏壇を制作した。 写真の横にはですね、妖怪アマビエを描いた仏壇と輪島式仏壇店の永田幸喜社長、ありがとうございます。写真までいただいてですね、もうこれも一重にですね、共同通信社様、N 記者様のおかげでございます。もう本当ありがとうございます。もう今回ですね、まあこちらは秋田県ですよね。秋田、先駆け新聞。それとこちらが青森。デイリー。 えこちらはデイリー東北さんですね、それとこちらが東北新聞、こちらも青森ですね、東北新聞様いやー、もうこんなにですねもう3回連続でですねもう本当ありがたいです、もう身に余る光栄でございます、やはりあの熊本のですね小さい仏壇店ですけど、ですね一生懸命、ですねコロナ早期収束を願って作りました。 で全国の皆様にですねそうやって見ていただけるというのは本当にありがたいですそれとですねやはりあの日本のこれは国産日本の職人さんが作ってるんですね今ですねお仏壇9割中国製外国製なんですよですからですねそれをですね国産仏壇の PR にもなります若い方にですねこれを見ていただきたい、まあ、そういう思いも込めて作っております、まあ、何よりですねもうコロナの早期収束ですね第2波第3波心配されてますけどですねこのアマビエちゃんがですね 吹き飛ばしてもらいたいですね。はい、まあ。という形でですね、もう本当にですね、共同通信社の N 記者様、ありがとうございます。はい。えー、こちらですね、アマビエ仏壇、秋田先駆け新聞にご掲載。なんと、東北3連発ですね。ありがとうございます。もうありがたいです。えー、デイリー、東北、東北、日報、青森ですね。 そして、秋田、秋田先駆け新聞。有名,有名な三紙ですよ。もう本当にありがとうございます。もちろんこれ全部無料掲載でございますけどですね、お金出したらとんでもない金額がかかりますね。はい、ありがとうございます。もう何度も言いますけどですね、本当、とても可愛い美人のですね、共同通信の N 記者様がですね、ご来店して、取材していただいたおかげでございます。 改めて、改めてですね、心よりお礼を申し上げます。はい、であの、ぜひですね、まあ、コロナもちょっと人と連絡しましたしですね、まあ、熊本の皆さん、それと全国の皆さんですね、よかったらこちらの阿波名物団、ご参拝に来てくださいませ。よろしくお願い申し上げます。はい、では今日も一日頑張りますので、一つよろしくお願い申し上げます。はい、ここまでこの動画を見ていただいて、誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の開運んわてお祈り申し上げます。